デルフードのご紹介です。デルフード久竹今一押しの餌なんですけども、バイオプロテックスっていう菌が入ってるらしいんですよ。バイオプロテックス噛まなかったね、バイオプロテックスの働きで消化吸収率がいい、そして腸内細菌の働きが活発になってとっても綺麗なうんち、実はふわふわのうんちしちゃうんですよ。でね、逆に水槽の中に綿があるんですけど大丈夫ですかっていうお問い合わせをいただいたりもします。大丈夫なんです、全部うんちなんですよ。ですごくね、バイオプロテックスの働きで、水槽をきれいに維持してくれます。はい、水の汚れを軽減してくれるということですよね。あとそのお魚が抵抗力が上がるわけです。病気に対する抵抗力、免疫力が上がるっていうことなので、ぜひおすすめの餌です。ニンニクパウダーが入ってるんで、だからやっぱり食いつきがいいんですね。ワイルドベタにもぜひ与えてください。今の日本の常識、ワイルドベタには赤虫か糸ミミズをあげないといけない、生きた餌しか食べない、そんなことはありません。はい、ありませんから、ぜひデルフードの SM サイズを与えてみてください。一発目から食いますよ。久竹撮影でよく使っていますワイルドベタ、久竹が採集した個体だから間違いなくワイルドですから、これね、自分で撮っとったら一番間違いないでしょう。誰かに頼んだったら決まったね。お疲れた。だからね、自分で撮った子だったら間違いなくワイルドじゃないですか。ね、そいつが食うんだったら、いや、さ、産卵させた子は絶対食うよ。絶対食います。お魚によってはね、タイでは赤虫で育ってる子もいるし、ミジンコでずっと育ってミジンコ以外の餌食ったことない子もいますよ。いますけども、食べますから大丈夫です。ご注文はフリーダイヤルは、ごめんなさい、高知県内だけだ。はい、フリーダイヤルは高知県内だけなんです。以前は全国にしとってね、福島の農協のフリーダイヤルと番号が似てたか知らんけども、福島県からもやったらとかかって勘弁してくれやになって、はい、今フリーダイヤルは高知だけにしています。ダメですよ、かけても、はい、頑張った、疲れました。これ体力使うよ本当に。ゆきちゃんありがとうございます。あ、そうや、草餅買っとったのに、3時になったら草餅食おう。ご褒美に小豆は頭にいいですよ、あんこ食べよ。日本あんこ協会の回し物ですから。商品番号24番です。インスタントロティファーを紹介します。インスタントロティファーって何って、蘇生和虫なんですよ。なんとですね、10分後に和虫が生き返っちゃうんですよ。で、和虫っていうのは生まれたばっかりの稚魚の餌、稚魚の餌におすすめなんです。インスタントロティファー、中に14スティック入っています。1日1枚、10分ぐらいつばけるとワムシが生き返るんですよ。なんと生き返る餌なんですよ。すごいですね、科学ですよ、進歩ですよ。インスタントロティファーです。で、使い方っていうのは、クリップなんかで水面にこうね止めてもいい。100均でクリップ売ってるじゃないですか。クリップ実はあるんですけど、高い。100均で買った方が安いから、ご自分で100均で買ってください。で、水面に、水の中につばける。で、10分ぐらいでワムシがかやっちゃうんですよ。それにめがけて稚魚が集まってくるっていう。100匹あたり1枚っていう風に書いてあります。だからベタの赤ちゃんがまあ100匹程度までだったら1回1枚でいいんでしょうね。
で1日1枚もしくは朝晩2枚使っても1週間あります。1枚だったら2週間分ありますけど、そんなにやる必要はないです。これ何が大事かというとね、生まれて初めての赤ちゃんも初乳、人間の赤ちゃんも初乳が大事です。ベタもお魚もメダカも全部そうですけど、最初の餌が大事なんですよ。で最初に餌食べれた子っていうのはやっぱりその後もぐん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 でかくなっていく、どん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 太っていくんですよ。でよくブラインシュリンプ、稚魚の餌にっていうことで皆さんもご存知だと思うんですけど、意外に小さいベタの生まれたての赤ちゃんはブラインシュリンプ食べれない子が多い。そうするとやっぱりハリコになってってね、ハリコっていうのはよう太らなくてヘロヘロになって亡くなっていっちゃうっていうことが多いです。あとワムチと一緒にお父さんにあげてた、お父さんお母さんにあげてた餌をすりつぶしてね、水溶液にしてポチョンポチョンって落とすっていうのも併用してやられるといいと思います。ぜひやってみてください。蘇生ワムシインスタントロティファーです。約2週間分1540円です。これはいざという時のためにね、持っておくといいと思います。で赤ちゃんの餌っていうのもありますから、だん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 そういうふうな餌にシフトしていくといい。はい、今視聴者さんからご連絡いただいて、ガラスの表面に表面張力でくっつくよっていうことを、100均に行かなくてもよかったね、くっつけて使っていただいても結構ですっていうことでコメントいただきました。はい、細井さんありがとうございました。ミスった何やったかね、シャープの2 シャープの2って何やったかね続いてはジャパンパスポートになります。商品番号使用期限が切れます。今年の6月以降使用できません。タイは残存6ヶ月必要です。商品番号久崎が出すんよ久崎が出したら OK です。はい、皆さんご視聴ありがとうございます。ではデルフードから餌シリーズ、餌を順番に紹介していきます。3219。はい、皆さんこんにちは。商品番号これ間違ってるよね、直さない。バッバッバッバーバッバッバーブッブーですよ、ブッブー。すいません、今現場の久竹さんから情報が入りました。大変申し訳ございません。150g の大袋、大袋お値段が2475円ということで、今現場の久竹さんから連絡が入りました。久竹さんありがとうございました。だって消費税 8% のままだったって。はい、申し訳ないです。音楽ついてるの？ショックです、ショックです、ショックです。音楽ついてるの？ついてるやん。ああ、今日はもうここでやめろか。最初からつまずいちゃいましたよ。いや、ユキちゃんあってもよくないの、俺が困るの。ベタスプレンデス、スプレンデス、英語でスプレンデスかな。ベタスプレンデス、スプレンデスじゃないな。ベタ、ベタスプレンデス、ベタ。ベタスプレンデス823円、ペロイイシプ3円、ペロイイシプさん JPY。 世界中で愛される、これ一貫や、固まったやん、やり直しやん。まあでもさっきのとこ使えるか。続いてはジャパンパスポートになります。
商品番号使用期限が切れます。今年の6月以降使用できません。タイは残存6ヶ月必要です。商品番号久崎が出すんよ久崎が出したら OK です